微積分学を教えていると、ルベグ積分のおすすめの参考書ないですか？って聞かれることがあるので、まあ、数学科でなければあの授業はなかったりはするんですけども、もまあ、独学で勉強したいっていう意味だと思うんですけども、まあそういう質問を受けることもありますので、動画にまとめていこうかなと思いました。まあ、独学で学ぶ非数学科の学生とか落ちこぼれ、数学科の学生向けをちょっと想定して、なるべくお気楽に学習できる抜け道のような本を紹介したいと思ってます。 高校で学んだ縦に短冊を切って求める積分は実はリーマン積分と呼ばれるもので解析学をさらに学ぼうと思うと、まあ、不十分とあのされていますまあ概ねここに挙げたような理由なんですけども、えーまあ、あの詳しく知りたい人はさらにこのモリタ実解析と速度論の基礎の一緒に具体例付きの徹底したまとめがあ,のありますのでただまあこれ少しはリーマン積分あの かかじった後に読んんだ方が理解できるかもしれません、まあ、この動画でもあの、これらの理由の一つ一つ説明しませんけども、まあ、これらのことから結果的に風鈴解析学を含む関数解析学を構築するのには、ルベーグ積分が必須となります。低俗な本から始めます。松浦ら、物理工学のためのルベーグ積分入門は最もしょぼい数学の本ではないでしょうか。工学者が書いたお話的な本だが最初にオリエンテーションだと思って読んだら、まあ良いかもしれません。対話形式でスイスイ読めます。 数学の考え方で慣れるためななら悪くいい本かもと思いますねこれ別に推奨するわけではあ,のありません普通は数学科でしか習わないルベーギー積分を非数学科向けにこんな塀に解説するシリーズは珍しいかと思いますでしょぼいはもちろんもう超褒め言葉ですねでまあ,あのシリーズと言ってしま,しまいましたけどシリーズで広範囲を網羅しています同じ著者グループは他にも工学向けの数学解説本を書いているんですけどまあどれも分かりやすいかなと思います でインパクトがあると思って、まあ、しょぼい小さい本からあえて紹介したんですけど、実は内容がよりしっかりしている、このシリーズの中の本として、現代工学のためのルベーグ積分と関数空間入門があって、まあ、こっちの方がより教科書的で役に立つので、おすすめかなとは思います。2023年にルベーグ積分の教科書の歴史に革命が起きたと思ってます。それが原圭介速度の考え方です。これはもう史上初のわかりやすさで 内容を削るのではなくて抽象数学の記法や文化がわからない人に家庭教師みたいに翻訳してくれる優しい解説本の中でもベストかなと思ってます。で眼力もあって類書がもうないので出読かなと思います。レベーグ積分のすべてのモヤモヤが晴れると言ってもいいかもしれないぐらいです。 既存の教科書ではシグマ花法族が天下りに与えられるなど、判例が少なすぎて気持ちがつかめないという点も多いかと思います。この本の読量は手でこなくり回したかのように全部理解できたと感じたようなあの気がします。であの冒頭に集合論や解析学の復習もしてくれますね。例えば、志賀公治集合への三事項とか、田島一郎解析入門程度の内容も軽く復習してくれて、必要十分な文の良いまとめになっていたりもします。もう本当にこの本が紹介したくて、この動画を急きょ作成しました。 ン初めてのルベーグ積分は1、えー、変数までに限定しますあえて1次元ユークリッド空間に対象を絞るという教育的な工夫で簡単な例を通してよく理解できます薄くて読み切る達成感も味わえますあくまでトピックを絞ったワンポイント本で波乱、まあの方がより全体像のストーリーは詳しくわかるかもしれませんで同様の1変数が中心の本っていうのはまあ昔からあ,のあ,のあ,るあるんですけどもまあ特に竹内治の一章は例えばですけど、えー、空手踊り家族に あの関心を持たせるよううなな良いい導入かなというふうに思ってますでこのテラサーンは豊富な例であの理解させて歴史小話も交えつつ悪魔の階段の例などを通してル・ベーグ積分を分かりやすく解説して加速でない集合の例とか、えーまあ、ルリーマン積分でもル・ベーグ積分でもないまた別の積分についてもあのしっかり言及してくれたりしてあの結構内容はしっかりしています。 ガリ実解析入門は教科書的ではあるけど通読できる本になってます定理と証明の数学者スタイルの本でリファレンスにできると思うんですけどもまあ伊藤製造本と並んで定番のようにも思いますけども伊り本ならもっと多くあの内容が理解できたりしますでもセパレート式といいますか前半でユークリッド空間後半で一般空間の速度論をまあ章を分けて展開するので今どちらの話をしているのか混乱しないと いうことですねまあ、同じスタイルの本に原とかタオとかねプリンストン協定もあったりしますでまずゆっくりと空間の場合でイメージをつかむということが大変助けになるんじゃないかと思います